時刻は七時三十五分を回りました。F.M. ギノアンをお聞きの皆さん、おはようございます。七月十九日火曜日モーニングエイトこれから生放送でお届けいたします。イエイエイ,イエイ。ギノアン市営のギノアンヒルズ通り側にあります F.M. ギノアンのスタジオから火曜日担当のミーノがお送りします。よろしくお願いします。昨日祝日海の日だ,日だでしたね。 <laughs> 私はその日は海に行かなくてその一日前の日日曜日に行ってきました残波岬の近くのウザビーチというところなんですけどちょっと泳ぎましたビキニではない <laughs> あの何、ー、て言うんだろうなもういいって。<laughs> 整備されてるビーチってこう囲い,いがあるじゃないですか海にネット張られててそういうのがないところで泳いだんですよ、はい、そしたら岩がねこう結構多くて、はい、結構いろいろ体のあちこち切っちゃいましたねうん痛かった <laughs> やっぱりダメだなと思いましたねで昨日はですよ海の日の昨日はあのお盆が近いということで仏壇のあるお家掃除しに行ってきました そしたらですよはなんか黒いちっちゃい物体が列作って家の中まで歩いてってるぞ後つけてったら畳の下までそれが続いてたんですよアリンコがああもう嫌だなーと思って私アリ1匹だったらまだいいんですけどもう2匹以上見たら私もうちょっとダメなんですよね 本当にもう本当にだめなんですよでもついてそこあっアリのスコロリ持ってないと思ってで昨日も畳全部開けて12枚一斉駆除しました後でちょっとこれ詳しく話したいのでで皆さん絶対このアリンコにまつわる話あると思うんですよで昨日近所の人にも話したらたもう大変だと 今年は大量発生してって言ってたのでもう絶対、うん、他の人のうちでもいっぱいいるんじゃないかな困ってるところあるんじゃないかなと思って今回そのアリをテーマにしたいと思います皆さんアリについてメッセージお待ちしています7 9 7 f m g ドットコム。今日のテーマはアリですよろしくお願いしますも,もうもか言う、うん、今日のテーマは<あ>アリ このエコーしたいがためにね、もうオープニングだけでテーマ3回もいったよ、今も。<laughs> ということで、ですよ、皆さんメッセージお待ちしています。よろししくお願いします。早速、今日の1曲目いきたいと思いますが、もうこの曲大好きなの私、私大好きなアーティスト2人が共演しました。いっちゃいましょう。Everything Has Changed: Featuring at e r u n by Tara Swift 時刻は7時43分を回っていますよ79.7メガヘルツ FM 技能よりお天気そして道路交通情報をお伝えしますまずは沖縄地方のお天気からです本日7月19日沖縄本島地方と先島諸島は熱帯低気圧や湿った空気の影響で曇っています曇ってますか 晴れ,てる晴れてますね宜野湾市上空は晴れていますがこの後でしょうか気になる降水確率朝6時から夕方6時までが20%その後夜0時までが10%となっています日中の最高気温今日は32度です南西の風晴れ夕方まで時々曇り波の高さ2メートルのち1.5メートルとなっていますよ 以上お天気お伝えしました。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からです。現在沖縄自動車道、えー、故障車の情報が入っています。沖縄自動車道下りギノザインターチェンジ付近で故障車がありますよ。注意してください。そしてこちら、えー、那覇。 インターチェンジ付近、下り、こちら渋滞が一部発生していますね、その他に、沖縄自動車道上り、中城パーキング付近、工事中のためと、規制かかがかかっております、そして、こちらも長いですよ。 沖縄自動車道の下り、巨大インターチェンジから、あ、巨大インターチェンジ付近ですね、工事中のため、第1走行規制となっています、前方に注意して運転してくださいね、昨日私、高速道路乗ったんですけど、えっ、ー、とね、ギノザから巨大の区間じゃなかったな、私、昨日うギノザで降りたんですけど、その前の方でも作業していた感じでしたけど、昨日で終わったのかな、それは。以上。 沖縄自動車をお伝えしました続いて一般道路です現在一般道58号線南行き大蛇名から牧港まで渋滞が発生してますねそして坂田からアハチャまで <laughs> 上下線とも渋滞が発生してますこっちはもう毎日だねこの時間ね大変だよそしてですよまだ制限かかっています330 がね、こ多すぎて、こっち西原の方からかな、西原から古島まで上下線とも、これはですね、その他の規制ということで、えー、浦添市西原トンネルから古島までですね、植栽の作業、長い、いやー、でも今、雑草、元気ですよね、もう本当にこあの、高速、機の沖縄自動車道に乗ったっていたじゃないですか。 もうそこもね、もう草が元気元気、<laughs> 大変ですよ、この作業する方、えー、本当に暑いですか、熱中症、皆さん気をつけてくださいね、対策、水分補給も大切ですよ。以上、泥骨情報をお伝えしましまた。 時刻は7時47分回っていますよー。今日のメールのテーマは、ありです。よろしくお願いいたします。早速、紹介しましょう。メッセージ。ラジオネーム、なんだかんだでアナコンダです。こ、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 こきーこ、こ、こ,こ、こ,こ、おっと危ねえ。育った環境で染みついた癖が出てきそう、出そうになったさ。<laughs> 皆さんは知ってると思うけど、俺、3歳まで、 鶏に育てられた人間さね。だから卵に鶏語の癖が出ちゃってる困るさだからこの間も友達の結婚式の友人代表の挨拶での最後のセリフ失敗しちゃって凹んでるんだ。まさか最後の最後に、新郎新婦、ご両家の皆様、本日は誠にごけ、ごけ、ごけっこ、ここ,こ っっっってててちゃうなんて思っても見なん思もかったさいつか皆さんが結婚した時のためにリスナー一番ニワトリの役目として真っ先にちゃんと祝福するお祝い言えるように今日はその日のために練習するね本日は誠にご結婚ごけ,こここ,こ,こ,けこここんこんごけここどうしたんですか <laughs> ぶっ飛んでますね <laughs> そう結婚式といえば私去った土曜日あの友人の結婚式出席してそして余興も舞台余興踊ってきましたよ受けたかな <laughs> でもなんか良かったですよっていうのもあの舞台の一番近いところってこの新郎新婦の友人が座る席だと思うんですけどちょうど舞台目の前が地元のあの男子たちだったんですね 私たち女性のテーブルちょっと離れたところだったんですよ、舞台から。男子もこのお酒も入ってるんで、盛り上げてくれました。はい、ありがとうと思いながら。<laughs> もっと盛り上げてよ、はいと思いながら、ね。楽しかったですよ、とっても。メッセージありがとうございました。そしてあと一つ紹介しましょうね。皆さんおはようございます。いみっちゃおじさんですお。久しぶりだね、なんか。<laughs> 今日のテーマ、ありえあり ありがテーマって、きっとラジオ業界初めてかもよ。嘘。嘘絶対やるよ教育テレビならありそうだけどこ。これ何これダジャレアリといえば、娘が小さい頃、お店に売ってた、アリの巣を見れる自由研究セットを思い出しますねあ。あこれさっき言ってたやつだ。あ、みんな買ってたのかな 細長い透明のガラスケースに土の代わりにゼリー状のものを入れて、アリが巣を作る様子を見るもの。あれは娘よりおじさんの方がハマりましたよ。もちろんアリが巣を作る様子を見れますが、アリ同士の関係や性格も見えてきます。へぇ。行列で歩いているのに、行列からはみ出るやつ。ほう。他のアリとすれ違う時に必ず避けるやつに、逆に全く避けないやつ。ほほ きっとアリにも臆病なやつや横着なやつもいるんでしょうねなんだか人間社会みたい私たちが小さなアリを見て笑っているけどもしかしたら私たちがアリを見るようにクリアケースの外から神様をは見ていて人間社会を笑って見ているかもしれませんねリクエストもありがとうございますとほうそういうのがあるんですかアリにも性格があるの もう昨日私そんなの見れないぐらい興奮してしまったから <laughs> もう超怖かったよ本当にいや本当に怖いよアリがこの畳のね畳と畳の隙間に入っていくとあなんかやばい気がするアリの殺虫剤巻くちょっと湧いてきたガムテープで取る畳の下開けてみようかっつって開けたらもうね 数百匹だねわーって言って最初はスプレーとかやろうと思ったんですけど掃除機ですよもう間に合わないもう掃除機で吸いまくってで私両親と私彼と4人で行ったんですけど両親は外の雑草を取りをすると私とこの彼2人で畳12枚開けてやったんですけど <laughs> 私のこの親が言うには。 あの外まで二人の悲鳴が聞こえたと <laughs> 本当に大変だったもう <laughs> いやいやいや <laughs> 二人とも頑張ったよ <laughs> 本当に <laughs> こんな感じで皆さんあのアリにまつわる話待ってますよろしくお願いしますいみちおじさんメッセージありがとうございましたそれでは曲いっちゃいましょうフォスター・ザ・ピポーパンプル・アップ・チケンズ この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしますまずは沖縄タイムス総合面からです県外移設の議論期待小長知事は18日鹿児島県の馬毛島を視察しました視察後小長知事は名護市辺野古の新基地建設阻止へ向け可能性があるものは一つ一つ見ることが必要だと述べ 全国で普天間飛行場の移転先に関する議論が活性化することへ期待を寄せました続いて沖縄タイムス社会面からです沖縄応援団20周年祝う設立,設立20周年を迎えた沖縄ファンクラブの集いが16日都内のホテルで開かれました会員や沖縄と関わりのあった行政 企業関係者、県人会員らおよそ1996年7月に発足し東京で沖縄への関心を高める役割を果たしてきた同クラブ矢野会長は設立当初を振り返り本気人や歴代会長らの働きによって20周年を迎えることができた。 今後これからも未来を見据え、沖縄応援団として存在意義を発揮したいと語りました。続いて、琉球新報社会面からです。DV 男性の認識低く、沖縄県の男女共同参画社会づくりに関する県民意識調査で、配偶者などによる暴力、DV について、 性別や年齢によって認識が進んでいないことも明らかになりました特に男性や高齢者は行動を制限したり無視したりする精神的な暴力を DV と認識していない傾向がありますまたセクハラ被害に遭ったことがあると答えた女性は33.6%に上りましたおしまいに琉球新報市町村面からです ギノのン市民の日、市役所でライブ。1962年7月1日に市政が施行されたことにちなんで、ギノのン市が定めるギノのン市民の日の1日、市内各地で各種行事が催されました。市役所ロビーでサルサバンド、カチンバフォたよ又吉結さんが記念講演を行いました。 市役所がラ,ラテン音楽と沖縄民謡に包まれ職員や利用者らもリズムに乗って楽しみました以上この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました ということで、8時台最初はこれですよ。チュラカンチュー体操 とということで始まりましたよもう苦いと80代レッツゴー すいませんね、笑ってしまって <laughs> 7月19日火曜日モーニングエイト始まってますよ、宜野湾四季ゆな宜野湾ヒルズ通り上にあります、FM 宜野湾のスタジオから火曜日担当モーニングエイトみのが生放送でお届けしていますよろしく、ゆたしく、イェイあざます、今話していたんですけど私、尾低骨が痛くて <laughs> 字じゃない字じゃない、なってないなってない。 何か月か前からかずっと痛いんですけど昨日のこのねアリソードのせいでなんか予,定なんか予定って余計痛くなった気がして結構しんどいですよだから今日あのドーナツ型のクッション買いに行こうと思ってまして、うん、大丈夫ウッチーさんは自分のそのまま使ってください私にあのプレゼントとかしなくていいです使ったものを。 あ大丈夫です私ちゃんときを買ってくるんでうん大丈夫うん大丈夫 <laughs> やっぱあの丸いクッション聞くかなあれで聞かなかったらもう私本当に病院行こうかなと思ってるんで <laughs> でもこれ何病院何整骨院やっぱ整形外科整形外科整形外科か,外科かまた岡金飛んでくさ もう病院、しょっちゅう行ってる気がするよ <laughs>。ということでですよ。なんで私昨日こんなに動いたかって言ったら、アリアリを退治するってからに、いっぱい動いたよ <laughs>。さっき言いましたよね、オープニングというかね、7時台でも言いました。畳1枚開けた瞬間、もう何百匹っていうアリがいたと。12枚開けましたよ、畳。 もう昨日何万匹っていうアリを吸い込んじゃない、吸い込んだんじゃないかっていうぐらい。本当にすごくて。もう畳み開けた瞬間に黒い、うじゃうじゃしたものがバーってあるんだよ。怖くないもう本当に大変だよ。誰も共感してくれないのでも本当、これ近所の人にも言ったら、 このね、近所のおばさんに言ったら、いや、自分たちも大変だと。自分たちの家の後ろは山だから、もう何回駆除しても全然ダメって。で、あのし、アリをこの駆除する白いコみたいな、あるんですけど、あれをこの家の周りに巻いたり、畳の下に巻いたり、いろいろやってるって言って。で、私たちけど、畳広げて、まあ、いるのはもう全部駆除したんですけど、 畳の床の下、板がちょっとこうずれたりして、隙間ができてて、そっから入ってきてるんですよ。その穴全部埋めることができなかったんで、また次、お盆行った時も、また多分、大量発生してるんじゃないかなと思って、めっちゃ怖いですね。もう行きたくない。ちっち,いね、ちっちゃいけどさ、もう嫌だし、本当に。もう皆さん、こんなこんなですよ、本当に。あなたたちのお家の中に、もう絶対いるからね。 もうなんかね、みんな全然共感してくれないけどさ、絶対おうちの畳ひっくり返した絶対いるからな、ね。ハッサも卵とか昨日いっぱい見たよ、もう。死に怖かったし。怒るよ、みの。<laughs> <laughs> あの、皆さんメッセージ待ってます。共感してるよっていうメッセージ待ってます。FM、mm. アットマーク FM 技能 .com までぜひぜひ、えー、アリに関する <laughs> メッセージをお待ちしています <laughs> えこの後ですねお天気道路交通情報をお伝えした後に私美ノが観光についてお話ししますその後にメッセージを紹介し突撃朝ごはんのコーナーをお届けいたしますどうぞ最後までお楽しみくださいそれでは一曲いみっちゃおじさんからのリクエストですアリよさらば矢沢英吉 時刻は8時10分を回りました。79.7メガヘルツ、FM 技能よりお天気、そして道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日7月19日、沖縄本島地方と先島諸島は熱帯低気圧や湿った空気の影響で曇っています。って言うけどね、まっさな青空が。 ギヌアン上空広がってますよ降水確率朝6時から夕方6時まで20%その後はもう夜中0時まで10%となっていますよ日中の最高気温32度です南西の風晴れ夕方まで時々曇り波の高さ2メートルのち1.5メートルとなっています、えー、こちらから見える海なんですが 穏やかですね今日は本当に風もそんなに強く吹いている感じもしないしうん順調ですよ今日の沖縄 <laughs> 順調ですよ <laughs> 過ごしやすいお天気だと思いますがやっぱりね熱中症対策しっかり行ってください本当にお家にいるだけで 何もしなくても喉乾きません乾きますよね、うん、そういう時は本当にすぐお水取ってください。水分補給よろしくお願いします。続いて、泥骨情報です。まずは沖縄自動車道からです。現在、沖縄自動車道。事故の情報は入っていませんが、えー、沖縄自動車道の下り、宜野座インターチェンジ付近で故障車がありますよ。前方に注意して運転してくださいね。そして、その近くで言いますと、 えー、沖縄自動車道下り、巨大インターチェンジ付近工事中のため第一走行規制となっていますその他規制がですね沖縄自動車道の上り中福スクパーキングエリア付近で工事中のため規制がかかっていますそして渋滞といえば那覇インターチェンジ付近ですねこちらも渋滞発生していますよ皆さん慌てないでくださいね朝は時効こうしたら大変ですよ 続いて一般道路です。現在58号線南行き大蛇名からぐすくままで渋滞が延びました先ほど牧港までだったんですけれども大蛇名からぐすくままで南行き渋滞が発生していますそして酒田から阿波茶までこちらも渋滞ですねその他、前原から大蛇名への道こちらも一部渋滞が発生していますそして、えー330 これはね、大変ですよ、浦添市西原トンネルから那覇市古島、えー、インターチェンジまで、植栽作業のため、第一走行規制となっています、皆さん、渋滞発生していますよ、こちらも本当に慌てないでくださいね、無知な運転はしないようによろしくお願いいたします。以上交通情報をお伝えしましまた メッセージ紹介しましまょう今日のテーマ、アリなんですけれども、ツイッターでアイデアマスオさんが、我が家はアリが落ちてくるって、<laughs> え、どういうこと <laughs> 天井にいるのそうそうやだ、うん。その他にも、大塚健二さん、ラジオのネーム、ツイッターの名前ですね、お題アリ、働きアリは全体のおよそ20%、その20%を採取して、 全部働きありだらけにするとやっぱり20%た働かないそうですえすごいえー、ええじゃ何残りの80%は何ありなの大喜利ですよ皆さん残りの80%は何ありですか無茶無茶か,かそうか まあ、ミッドナイトスターさんぐらいが参加してくるんないかなと思ってますが、私、こういの好きそう <laughs>。あと、ひふみさんもなんか得意そう。うん。みんなすごいですよね。では、早速、メール紹介しましょう。みーのーおはみーのー山内ー <laughs> 俺だ、俺だ、俺だー牛乳屋のひふみだーあ、来た来た。 あっちさよ牛が夏バテで今週も仕事休みだ暇だぞ、こんにやろうって。牛乳配達してるからね。うん。して、アリといえば、うちなんちは何かあると、アリ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 って言うよね。アリってなんで4回言うのかね。そんなことより、やんばるのアリは死にチューバーコハグラのアリより、2.3倍はあるし、潰しても死なんし、噛まれたらしかますくらい痛いそんなアリが、 足から這い上がってきたら、あり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 って、やっぱり4回言ったよや。あり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 。ありモハメッドあり。でも本当に沖縄の人ってね、あり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 って言うね。なんであんなしていっぱい言うかわからんけどさ、本当に。日本語でほらって言うとき、一言で終わるのにね。ほらほらほらってそんな、いっぱい言わないですよね。あり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 。ありあり。 <laughs> そっちの方がなんかこう緊迫感がね <laughs> 迫ってくる感じもあるよね <laughs> あー一応ねやんばる私もね昨日見たあれはやんばるでしたよでもあれだよ掃除機で吸い込んで最後この掃除機の中のゴミ取るって見たらもう一発でみんなはい五輪銃でしたようん 私の彼氏はこのアリのスプレーが切れたことによって殺す手段がなくなったから一つアイテムが鉢足長鉢を殺す殺虫剤持ってそれをこう最後にこの掃除機のゴミの中にかけてからやろうと思ってたんですけどもう死んでましたねなんで掃除機で吸い込んだだけで死ぬんですか熱いから痛いから衝撃が。 え、山内さん、座れたことないんですか。なんで、うん、なんでかな。ああだ<笑><笑>誰、うん、山内さんなら、この座れたことがあるかなと思ったんですけど、ね、ね、すみません。はい、失礼しました。<laughs> まあね、こんな感じですよ。 いや恐ろしいなじゃあ私のお父さんがお父さんのね私の父の友達が昔コカ・コーラを開けてあの缶のジュース飲んでたとでちょっとしばらく置いといてまた残ってるの,のも飲んだらなんかザラザラすると中にいっぱいリンコがいたそうですねそれは嫌、ね、でしょでもこれ沖縄の人何人か体験してないかなと思って ありそうじゃないあ、また、あ、ダジャレ言ってしまった、また出た、あいやなんだよ、ブーって <laughs> ピンポーピンポーにしよう <laughs> 音、音、作っといてください、じゃあ <laughs> どうしますリクエストいっちゃいますかあと2つ紹介します、はい、じゃあこちら行きましょう。起きましたよネーム、ギマですよ <laughs> いらっしゃい、ギマさん。はーい、おはよう。ミノー、かわいいミノーって。これずっと読んどこうかな。かわいいミノー、うん。はい、すいません。ネーム、ギマですよ。今日のテーマ、アリ。アリといえば、前にあったこと。開けっぱなしのお菓子の袋を置いていたら、数時間後、気がついた時には、お菓子の袋にアリが集まり、アリの行列だったよー。 今度、アリがいっぱいいるときは、ミーノに退治してもらおうかなー。ミーノ、アリに強いみたいだからねー。じゃあね、またね、ミーノー。って。嫌い言うたやん。<laughs> でも、嫌だなー本ほんとにー。なんでかのアリって鼻があるの、鼻。匂いで集まるのやっぱり鼻がある。そうなんだ。<laughs> うーん、嫌<う>だ。顔、やむり、怖いー。嫌だー。 あと不思議なのがさ1匹潰したら集まってくるよねあれやっぱり匂いがするのかなかわいそうにかわいそうにーってうーっとうとしに来るあっさりよ死に心痛い昨日めっちゃミーヌを退治したっていう <laughs> めっちゃ心痛くなる <laughs> ごめんね <laughs> でも無理なのよあなたたちにはちゃんとねあなたたちの住むべき場所があるからそこは畳の裏じゃないからさ、うん、よろしくね <laughs>、はい、じゃあ次紹介しましょうラジオネームチャライ AKB ファンさんです <laughs> ラジオネーム変わりましたね <laughs> ヘイヘイ山内さんヘイ。 キャモンビーノモーニングエイトお聞きのリスナーさん、おっはみーノですやっと関西も梅雨明けしてセミナー泣きまくりやからテーマに行くな今日のテーマ、アリ俺はですね、子供の頃にアイスクリームをとしてアリが大量に集まったところをアリを素早く踏みまくってたね。以上だリクエスト、柳原場、アリの歌なかったらスピッツ、柳、山ちゃん、よろしくお願いしますって。あ、スピッツありましたよ。 ありがとうございます。ああ、そうか。<laughs> やっぱりね、甘いものにはアリは集まるんですよ。ほんとに。皆さん、集まるんだよ、アリは。あなたのお家にも絶対いるからね。知らないよー。<laughs> <laughs> 怖くない <laughs> 怖くないか。そうか。<laughs> じゃあ、AKB ファンさん、あ間違った。チャラい AKB ファンさんからのリクエストいきましょう。スピッツ、なぎさ。 すがすがしいね。スピッツ。これをバックに。はい、今日は何の日行っていいでしょうか。うはい、行っちゃいます。沖縄手帳をパカッと開いてみますと、今日は7月の19日。旧暦の6月16日ですよ、皆さん。満潮時刻、夜の、この後は夜の7時33分。そして、館長が1時、午後1時となっております。あれ ということでですね、今日何の日かなぁと、見てみると、おお、これは私でもわかるよーシュレイモン。シュレイノモンデザインの2000円札発行。2000年。はぁはぁサミットの記念で作られましたっけこれは。ですね。2000年ってもう16年前なんだ。怖いね。 最近なのそっか <laughs> これ最近なんだ <laughs> そっかいやでも2 0 0冊最初見た時私あの、沖縄だけのお金だと思っちゃって小学高学年だったかなうん小学5年生か4年生だった気がするんですけど おおバカな,かえなんかちょっとイラッとする今の山内さんの言い方私のことおバカな感じとかなんか次の曲に移ったし <laughs> 懐かしいですねあの時はもう安室奈美恵の「ネバーエンド」もうあれ学校でずっと歌ってました私うんあの日 サミットの時もねめっちゃ暑い日が続いてたし名護の方ではあのこの世界の各国の、ね、サミットに参加してる国の料理が食べれるということで「バイキング」行きたかったけど私それをニュースで見ててあいいないいなと思って見てましたよ小学校で小学生の頃そうその記憶があるああまた沖縄でやらないかな 何だよあちこちで止められるあっちち車の規制があそうだったんですか、うん、へえそうなんだやっぱりお偉い様が来るからですよねふんそっかそっか二度とやらないと思ったってそれはもう山内さんの, <laughs> あの権限では決められないことなんですけどねはい <laughs> メッセージ紹介しましょうかはいはい,はい、はい <laughs> FM ギナンをお聞きの皆様おはようございますゆっくりテンションの上がっていくお二人またよしみのさん &FM ギナンの山内さん早朝からの出勤お疲れ様です今日もおかしな銀のトロンボーンですおはようございますみのさんウッチーさん今日のテーマアリ赤黒白いや大きいの小さいのいや羽のついたアリですかあ 財産を食いつぶすシロアリは、アリの仲間ではなく、あの、G の仲間なんですよね。嘘嘘嘘嘘ロアリってそうなんですかやっー。ところでアリを食べたことありますかアリにも色々味が違う。プチって噛んだ瞬間、甘いのや苦いのやちょっと酸味のあるものと言います。あと、人を噛むアリ、公園とかのベンチで休んで、うんまあ、寝てたりすると、首筋や背中の膝の 背中や膝の裏側がチクチク小さい赤いアリに噛まれることが何度か皆さんも気をつけてくださいあと自分の兄が小さい頃アリの延々と続く行列をゆっくりたどって観察していたそうです半日くらい何が面白かったのかな <laughs> っていうものですよちょっと待って白アリってあのーの仲間なのなんでなんで、ね、害虫なの、はい <laughs> 私のおうちシロアリも結構いるのあいつら繁殖する時で羽を落として交尾するって知ってましたその後、うん、あの大きいゴキブリになるその後あの大きいゴキブリになるそれは違いますねさすがにそれは私でも分かりますよさすがに違いますよもうびっくりする本当にそういうこと平気でねラジオで、ね、生放送で私に言ってくる山内さん信じられません本当に本当に信じられないもうびっくり <laughs> 次行っちゃいますか ?CM 行かなくて大丈夫ですかあ、大丈夫ですかあと行っちゃうやっと一個行っちゃいますみーのおはやうやまちんおはやうエコザエル出すよアリで思い出すのが、まず力持ち。自身の身長の、あ、自身の体重のおよそ50倍の重さのを持ち上げることができるからね。それと、軍隊アリなんて、 凶暴そのものだしね。馬クラスの動物でさえも、十数分もかからずに骨だけにするとかしないとか。怖っ。そして最強のアリがパラポネラだね。スズメバチ並みの神経毒持ってて。刺されると銃で撃たれたような痛みがおよそ24時間続くらしいし。おーこれなんて読む感じどううだって。<laughs> 勉強になりました。日本にいなくてよかったね。現場からは以上です。スタジオにマイクをお返しします。じゃあ、後からや。今日もバッテリー元気な。残り95%の iPhone から送信。ほ、は、う、あ、いいね。満タンで活動してるね、今日も。えー、何そんな、そんな毒持ってる兄もいるの。怖いね。危ないさ。ちょっと、身の危険を感じるよ、本当に。うん。 そうなんだ。やっぱりありは怖いよ、みんな。<laughs> どんどん認めてきてるよ。この調子で、この調子、いいよ。アリの恐怖ネタどんどん送ってきてくださいね。それでは、CM 始まりましたよ、今日もこのコーナーこのコーナーは、FM ギナーのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ今日の朝ご飯を教えてもらおうというちょっと迷惑な企画ですさて今、今日は今日も <laughs> 普天間流暴成果担当の牧師勤さんという方にお電話つなげたいと思いますかかりました あもしもしあ。もしもし、おはようございます。あ、おはようございます。こちらエ m ギノワンモーニングエイトから、お電話しています。またよしみのと申しますあ。おはようございます。おはようございます。えっと、お電話は牧志勉さんでしょうか。あ、そうですあ。ありがとうございます。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、え、このコーナーですね。あなたの朝ごはん教えてというコーナーなんですけれども。はい、はい、えっと、牧志さん、今日は朝ごはん、食べましたでしょうか。 そうですね。出勤途中に菓子パンを買って食べました。あ、そうなんですね。え、出勤途中に食べたということは、はい、ちょっと、これは、独身でしょうか独身ですね。ああ、当たってしまったあやっぱりいつも、あの、急いでるときは、もう、車で食べることもあるんでしょうかそうですね。すねああ、そうなんですね。どうですかもし、あの、奥さん、できたら、朝ごはん、どういうのが食べたいとかありますか そうですね、やっぱさ魚とか食べたいです魚あ和食派ですね <laughs> いいですね、はい、<laughs> ちなみに今日は何菓子パンというのは何どんなパンだったんでしょうかメロ,ンメロンパンあなんかちょっと可愛い感じのありがとうございますえなんか今日は普天間流氷の方で、えーはい、県産品の奨励月間ということで,で、ね、伺ったんですけれども はい、何か。はい。東村さんのゴールドバレルピンをちょっとおすすめしてますね、今月はあ。ゴールドバレル。パイン。そうですね。パイナップルですね。あー、いいですね。もうこの季節から。美味しいですから。あー、そうなんですか。ちなみに、うん、えー、マキさん、好きな果物とかあるんですかそうですね。自分はマンゴーの。 そこパインじゃないかいマ <laughs> <laughs> <laughs>、まあ、ンゴーもマ、まあ、ンゴーも沖縄ではね有名ですからねわかりましたでは皆さん普天間流帽、えー、東荘のゴールドバレルパインが、はい、もうおすすめだということですのでぜひ足を運んでもらいたいと思います、はい はい、よろしくお願いします。はい、まきさん、今日はありがとうございました。はいええ、ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お仕事頑張ってください。あ,ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。パインじゃないかい好きな食べ物っていうことで。<laughs> で、またちょっと独身っていうのも、いいね、うん、いいですね。アピールして。アピールして。 えっと、皆さん、あの、普天間流房にお勤めの牧師つさんという方、成果担当なんですけどね、独身らしいですよ。朝ごはんを魚が食べたいということですので、魚料理が得意な女性、ぜひ行ってみてください。はい。あの、メロンパンも好きだと思うので、その差し入れもいいかもしれないですね。はい、以上です。<laughs> 火曜日は、ミーノが観光についてお話しします。ミノリズムですが、えっ、ー、とですね、来月、離島に行きたいなと思っておりまして、ちょっとね、うちさんがハッって顔してるから、ごめん、もうちょっと、もう一回最初からいこうね。火曜日は私、私ミーノが観光についてお話しする、ミノリズムありがとうございます。<laughs> そう、離島に行きたいんですよ うん。せっかくね、前も言った、シュノーケルを買ったから、海が綺麗なところに泳ぎに行きたいんです。とかしき、そう、とかしき、来月行きたいんですよ。でもですね、昨日面白そうなところもあって、南城市の知念海洋レジャーセンターから、ボートで15分ほどで行くところにできる、行くことに、 こう行くことができる小馬加島聞いたことありますか小馬加島を私あのちょっと見つけてしまいまして周辺がおよそ800メートルの小さな無人島なんですよ800メートルですよ1キロないんだよう、うん、もうこれ何何しに行くって泳ぎに行くしかないですよ <laughs> 何故ならこの島、トイレと水道、シャワー以外何もない。もう泳ぐためだけにあるっていう感じぐらい。うん。いいですよね。細かと。<laughs> 名前もなんか可愛いし。で、こちらですね。9時15分から30分間隔でボートが出港しているので、もう人泳ぎしに行こうと。 何かこの午後に予定がある時でも午前中ちょっと泳ぎに行こうっていうところには最高にいい場所だと思いますようんほんに信じられないほど透明度が高いと海を見慣れている沖縄県民も絶賛するほどと書かれているんですけれどもね島は歩いて15分ほどで一周することができます海洋、えー、海水浴やシュノーケリングスポットとしても人気 細かとですが浅瀬では熱帯魚やサンゴ礁も見られるので小さなお子様連れの方も満足していただけるはずこんなにうたい文句言ってる本当に <laughs> って言ってたらねツイッターのツイキャスで「細かとよく AV の撮影してる」って言って「おい <laughs> 朝だよおや!」 <laughs> 山内さんが「絶対行く!」って言ってるけど <laughs> <laughs> でも本当にさあのー、なんて言うんだろうなよくこの離島に行くまでには私も前久高島に行った時もそうだったけど船の時間を気にしたりだとかもうこのどれぐらい この時間がかかってその島に着いて帰る時もどこ何時間あ何分かかるとかそういう時間を気にしてしまうけどこの細かとうん15分で着くんですよここ儀の湾から那覇に行くよりも近いですよだし30分間隔で船が出てるっていうことは45分あれば50分あればもう余裕で行き来できる で島もね小さいし泳ぎに行ってそこでシャワー浴びて帰ってきてでまたここでまたどっか遊べるとシャワーあるとはいいいですよ行ってみたいと思いました私うんこの夜なあ南部に行ってドライブしに行ってじゃあついでに細かと行こうかって言って気軽に行けるなと思いましたね本当に。 いいなあと思いますよ。皆さん、離島私、今年ちょっと離島推ししようかなと思ってるので、<上>ぜひぜひ、ししうん、なんか他にも情報があったら教えてください。以上、みんなリズムお伝えしました。 ね、マリンマリーですよね。これわかりますよ。銀のトロンボンさんからのリクエストです。あば、マリンマリンマニー。 時刻は8時47分ですよ。メッセージ紹介していきましょう。おはようございます、ミーノさん。ドミニク・サンティーニと言います。もう一回言っていいおはようございます、ミーノさん。ドミニク・サンティーニと言います。<laughs> ちょっと気持ちいい。ベランダに植木鉢があるため、大きいアリと小さなアリがいます。 大きなアリはベランダで死んだゴキブリを片付けてくれるのでありがとうと感謝していますが小さなアリは私の体のあっちだこっちだと噛みつきすごく痛いんです私はガリバーと言いたくなります <laughs> ミーノさんアリに噛まれたことありますか私ないんですよいろんな人が痛いって言うけどどれぐらい痛いのかわからないし私ちょっとごめん噛まれたいと思えない 体験したいってだって痛いんでしょ痛いよ血で血とか出ました血は出ないあかってなるんですかああそうね変な汁が出る変な汁が出るえっ血じゃなくてえ大丈夫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 じゃないよそれでもそっか大きいアリをゴキゅリ運んでくれるんだねそういう働きアリもいるんだねそれが2割 はあはあはあ、いいねそれはいいよ。ちょっとポイント高い、それは。8割は、うん、8割はゴキブリハゴ。ゴキブリハゴ、つって。<laughs> 避けてる。<laughs> <laughs> ミーのと変わらないな。<laughs> 同じだな、ミーのとね。<laughs> メッセージありがとうございます。こちら紹介しましょう。おはようございます。静岡の丸も茶店です。当たってるから、茶店でいいかな、これ。 読み方ねこちらは始めましてです。静岡はやっと梅雨明けしました。そっかよかったですね。今日のテーマ、アリ。私の中でアリと言ったら、モハメド。なるほどね。モハメドアリ。蝶のように舞い、蜂のように刺す。モハメドアリ。すみません、ベタなボケで。<laughs> またよろしくお願いいたしますって <laughs>。まず、まあいいですよ。こういうのもアリですよ。うん。 いやーね、私も思ったんですよ、アリって言って、みんなあのね、生き物のアリを言ってくるのか、モハメドアリか、どちらかだと思ってましたよ。<laughs> ね、マルモ茶店さん、よかったですね、梅雨も明けて、すがすがしいですよね、梅雨明けた後の晴れ間って、またメッセージ待ってます、ありがとうございます。おこちらですよ、AKBIN ファンさん今日のテーマあり 僕はですね、先週沖縄に行った時に、泊まった民宿で、民宿名は言えませんが、夜寝ている時に足が痒いなぁと思ったら、羽ありが3匹くらい俺の足にくっついて噛んでるじゃありませんかぁ。畳を見ると結婚ありがいす。祝いてましたよ。でも安いから仕方ないですわ。以上だぁ。やっぱね、足に止まってる感覚もあったんですね。嫌 <laughs> だわぁ。人の体を歩いてるって、信じられないわぁ。<laughs> <laughs> 誰かな <laughs> こちらも紹介しましょう。みのちゃん下肢入りて来たよ。な、夏、あ、名護、名護し払い去り。祇園祭、始まりの今。迷う。あ、立えばいかな。新世のぬくもり感じて。 ファンキーにグルーヴィーにスイングしようじゃチェキラーアラン・ビードぜおはようございますレジェンドネーム <laughs> 長野のむ長野ドットノムです。<laughs> のむ長野ドットノムさんね。ありがとうございます。みノちゃん、今朝は大津市です。梅雨明けしました。さすがに湿度がかなりましだね。ですよね。 祇園祭のこれ前読んだかな山山山座なんとか巡り行きも無事前半が終わりやがて琵琶湖大花火大会や近隣の花火大会に大阪天津祭りだよほうじゃあポッド魔法ビーンって <laughs> ありがとうございますちょっと謎な感じが多いけど でもあそうなんだ前行ってた祭り終わったんだあの提灯っていうかいっぱいそういうのぶら下げてにぎやかな祭りね紹介してくれたよねその後に今度は花火大会があるんだ山ぼこ山ぼこ,山ぼこ祭り山,山ぼこ純子ほうあーすごいなー行きたいなー内地の祭り花火も沖縄のこの花火と全然 火じゃないですよね。何万発とか言いますもんね。あ、行ってみたいなー本ほんとに。長野ドットノムさん。次は開けてよかったね、ほんとにねー。花火もやっと上がるよーってことだよね。<laughs> メッセージありがとうございます。こちら、今日、二通目ですよ。今日も歌詞の銀のトロンボンです。あ、先ほどの新聞記事だったかな。カチンバ4ですが、読み方はカチンバ。黒。 クアトロですよって失礼しましたやっぱりそうだったんだ他に読み方あったんだ私新聞読み合わせてる時にまさかスペイン語じゃねえよなと思ったんですけど本当にスペイン語だったよ <laughs> すいません失礼しましたカチンバクワトロさん銀のトロンボンさんありがとう教えてくれて残りのアリは補欠働いているアリが夏バテで倒れたら休んでるアリから補充常に20%キープ やっぱり20%なんだ。うん、この20%。2対8は、もうあの黄金比率ですね。そ,<れ>そうですね。人間もそうなればいいの人間もそうなったら大変ですね。<laughs> おはよう、みーの、山うっさん。まあ、そうだよ。アリね。うちは、畳じゃないから。みーのみたいな体験はないな。梅雨の時期に大量発生するよね。我が家は畳がない代わりに、屋根のところにいそうだな。 なるほど餌っぽいのが見つかると効果何これ高火傘部隊落火祭落さんあ落下さん落さん舞台みたいに押してくるよポン <laughs> ポン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 って <laughs> <laughs> 隣のトトロに出てくるようなうちに住んでいるのでゲジゲジもアリもヤールも出るから慣れたって「隣のトトロみたいの!」ちょ憧れるー 虫は困るけどでもあの屋根裏部屋あっちいいね本来だったらね <うん S 2> まあ真っ黒黒ロけなら許せるかな <laughs> 確かに確かに怖い,怖いねちょっとね,<い>ねはあはあはあ <laughs> 落下するタみたいにしてくれて怖いなこれ私嫌だなこんなのは ということで、お送りしました。モーニングエイト。今日はアリについてテーマね、募集したところ。うん、皆さんもうね、賛同。賛同の嵐。アリ怖いってやっぱりみんな。嫌って言ってた。<laughs> <laughs> 死に怖いって言ってた。やっぱ怖かったね。大量発生したらめっちゃ怖いよね。本当にね。みんなありがとうメッセージ。と <laughs> いうことで、来週なんですけど、来週は来たよ。ゾッとする話 って感じで、はい。私来週は浴衣、あの羽衣祭りがね近いので、うん、BGM 良いありがとうございます。皆さんぞっとする話準備していてください。Thank you for listening Morning Age. See you next week. Bye bye.